なるほど。ふにゃうん。え？
と思ったら惨めに逃げ延びて、まるでしぶとくて汚らわしい害虫ね。でも安心なさい、クルミが駆除してあげる。相変わらずのクルミ様ぶし。アセビちゃん来たんだね。シノ、覚悟はできた？私はねえ、
国民が求めているのは、いつだって手の届かない光、闇を照らす星のきらめき。それをファンはスターと呼ぶの。土砂回りの雑草劇団の分際で帝国歌劇団を名乗って対抗してるらしいけど、気にすると思う？ダイヤモンドが路傍の石を、シリウスが宇宙の塵を、あんたたちが歌劇団を名乗るのは不愉快以前に無認識、誰にも届かぬ名は、輝きの差に絶望してから消滅して。私たちは、さくらしの口喧嘩なら私に任せな。フェニシちゃん、気は済んだかい？立派なご考察だね。でもさ、トップスター様、ブラックのセンターは統制プラナってのじゃないか？記憶違いだったか？あたしゃ芸能界には疎くてね。ぜひ路傍の石にご教授願えないかな。ブラックゼロ機、カラスキシズキとサイメイクルミ、あの立ち位置はクルミの場所なのよ。後から来た奴らなんかに渡さない。なるほど。
醜悪で薄汚く惨めに忌まわしく見苦しいまま闇に消えてなくなりなさい、偽物。おいおい、浅ましく哀れで無様に情けなく便箋と下品な偽物らしい土下座でもしてみたら？もう許さないけどね。ああ、森の霧を使うでござる。効果忍法影写し。すぐに追いましょう。あんた、後期が人間になっても驚かないわけ？新入りさ、何か隠してない？いえ。へえ、とぼけるんだ。だったら、喋るのを手伝ってあげる。後期、醜い化け物。くるみがほふってあげる。あんたのせいで過激団に逃げられたじゃない。化け物の分際でくるみの邪魔をして。どうしたの？さっきみたいに人間になってみせなさいよ。やめてください。なんでコウキをかばうわけ？コウキは本当は人間だから。沈黙は皇帝よ、元反逆者さん。わかりました。私が知っていることをお話しします。ただ他言無用でお願いします。
なるほどね。キラ様、そんなことしてたんだ。この真実を知らせればブラックが崩壊する、そう思って黙っていたわけ。案外利己的なのね、巫女浜アセビ。そうよね、せっかく選抜になれたのに好機量産の手助けをしているなんてみんなが知ったら。ブラックは今のままでいられないわね。他言無用と冗談よ。初めて感情を見せたわね、巫女浜アセビ。この話は黙ってなさい。折を見て私がキラ首相と話してあげるから。それだけ本気ってことだよね。私はまだ分かりきれてないけど、アセビちゃんの言ってた覚悟や強さ、叶えたい夢ってそういうことなんだよね。どんなに苦しくて嫌な目にいっぱいあって何もかもを失っても、それでも諦めきれない。アセビちゃんもきっとそうなんだ。知れば迷い、しなければ迷わぬ恋の道か。そこまで思われて、アセビってのは過保物だね。ベニシちゃん、なるほど。
ひひ。ダメだよ。もう？やれやれ。よーし。はい。ありがとう。はい。何？いえ。ええ。